今は GC マスを使用した水の中の有機塩素化合物の分析を行っています。時間が経つと揮発してしまうので素早く正確に分析するよう心がけています。ここでは他部署からの依頼を受けて河川や海などの環境水や工場排水などの水質検査や大気検査をしています。分析結果は環境の監視や工場の指導、施設の維持管理に使用されています。また業務に関連した調査研究もしています。規制等をするだけでなく調査研究をすることによりより市の環境を深く理解することができていると考えています。